こちらのスペースをお借りしましょうか。お待ちさせていただきますね。さあ皆さん、お時間ございましたらぜひこちらへどうぞ。よかったらぜひ見ていてくださいね。ガブラ、少し皆さんにアピールしましょうか。皆さん、ウェルカムフラワーバンド0分8ですよ。確かに0分8ですね。もうすぐ始まりますよ。皆さん、よかったらぜひ見ていてください。どうぞ。マヤ、どうぞ。おいでおいで。ああ、お父様、一緒にどうも。さあ、よかったら前の方から見ていってくださいね。こちら正面になりますよ。さあ、それではご挨拶をさせていただきましょう。皆さん、ハッピースター。ハッピースター。皆さん、ちょっとハッピー足りないですね。もう一回いきましょうか。皆さん、ハッピースター。ハッピースター。素晴らしい。本日はようこそ東京ディズニーランドへ。私たちはウェルカムフラワーバンドでございます。そして私はバンドマスターのサンフラワーでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、それではみんな準備はいいですか。リリー、ゴムロー、マーガレット、素晴らしい。さあ、それでは始めていきましょう。ミュージックスタート。ここは三脚タクシーの道、花が溢れる魔法の国なのさ。ラララララ、ファンタジーランドに、アドベンチャーランドに、ウェスタンランドに、ピザーカントリーに、ネコニア、ワドラザクサクラクンドリビオラ。今はまさにイースターの季節。にぎやかで楽しい春のパークへと皆様をお迎えいたします。私たちが季節と花の音楽に乗って素晴らしい花たちのことを楽しくご紹介いたしましょう。さあ、早速パークの花咲く1年間を一緒に巡っていきましょう。まず最初は心弾むきらめく春。バタフィーランドではデイジーの花が咲きます。デイジーは光を浴びて花が咲くんですよ。暖かい春にぴったりですね。そしてもう一つ、シンデレラ城のマステトはチューリップ。チューリップは元に愛の花なんです。ピンクは愛の出番、赤は告白。色によって花の花言葉があるんですよ。あの願いはあなたに。ハッピーバースデー、楽しんでいてくださいね。さあ、次は太陽が輝く夏。ちょっとアドベンチャーランドに咲くのはアイビスカス。暑い日差しの中で毎日元気に新しい花を咲かせます。そしてテモローランドに咲くのはベゴニア。ユニークな花びらが愛らしい花です。さらに夏にはパーク中にたくさんの美しいバラが溢れます。キャッスルカルーセルのそばに咲くバラはディズニーランドローズと呼ばれているんですよ。まさに名前にふさわしい華やかな花ですね。そして緑のスーパーのヒメリコは赤くて可愛い小さな実をつけます。さらにファンタジーランドではきれいな菊のドキャリーが見られるんですよ。さあ、春はもっと紹介するわ。コスモス、モミジ、コスモス、ゲラニウム、サク、マリーゴールド。はい、さて、最後はロマンチックな冬です。寒くてもパークではたくさんのお花たちが咲いていることを皆さんはご存知でしょうか。
冬の代表的な花といえばテモローランドに咲くこちら。これなんていう花かわかりますか？知ってる。あのじゃあシクラメンって言ったりとかっていうか、せーの、そうお花です。ちなみにシクラメンって言うんですよ。うつむきがちな花を咲かせることからワニザミなんていう花言葉があるんですよ。さて皆さん、パークの花咲く一年間を巡る旅、いかがでしょうか？このようにパークでは一年中さまざまなお花たちが咲いております。皆さんもぜひ探してみてくださいね。それでは今日は特別に君のお花を運転いたしましょう。どうもありがとうございました。さて皆さん、今パークはイースターの真っ最中です。そこで今度はイースターの楽しい音楽に乗せて一緒にダンスを踊っていきましょう。手拍子をしたら今パークに咲く春のお花、それからイースターの卵のポーズです。まず最初はファンタジーランドに咲くデイジー、手を大きく開きましょう。次はシンデレラ城のバーベナー、優雅に花を咲かせます。テモローランドのペチュニアは可愛く花を咲かせましょう。最後は元気にイースターの卵のポーズです。ではデイジーから参りましょう。手を開いて大きくデイジー、そう、さあ次は優雅に、優雅にバーベナー、ペチュニアできるかな、一緒にペチュニア、すごみですね。では最後は卵、ではもう一度デイジーから手を開いてデイジー、さあ次は優雅にバーベナー、今度音を咲かせましょう。かわいくせーの、ペチュニア、さあ咲いた、デイジー、ウサギの耳を作ってウサギのポーズで右から入れていきましょう。さあ、はい、右に左、右に左に、さあ一緒に、さあ笑顔で揺れていきましょう。あれ、さあではデイジーから戻していきますよ。手を開いて大きく一緒にデイジー、さあ次は優雅に、優雅にバーベナー、ペチュニア足もつけてかわいくペチュニア、いいですね。それが元気にイースターの卵、素晴らしい。では最後にもう一つ全員で先のポーズをしていきましょう。どんどんポーズ、ありがとうございます。さあではおさらいをしていきましょう。まずはファンタジーランドに手を開いてせーの、デイジー、シンデレラ城は優雅にせーの、バーベナー、テモローランドは皆さんも足をつけて一緒にせーの、ペチュニア、最後は元気にパーク中にイースターのせーの、卵、どうです。あ、そうだ皆さん、卵といえば今パークの花壇に咲く春の花々の中にはイースターエッグ工場から逃げ出したいたずら好きの卵ウサタマが隠れていることがあるらしいですよ。全然隠れてないですね。サンフラワー、ああ見てください皆さん、こんなところにもウサタマが。ウサタマもお花が大好きみたいですね。ちなみに皆さん、ここにはまだ他にウサタマがいるんですが、どこにいるでしょうか。どこだ。あ、皆さん、あの声出していいんですよ。もう一回聞きますからね皆さん、あそこって大きな声で答えてくださいね。私まだ知らないんで教えてください。では行きますよ皆さん、まだまだまだ、はい、もう一回行きましょう。ウサタマもお花が大好きみたいですね。では皆さん、ここにはまだ他にもウサ様がいるんですが、どこにいるでしょうか。そう、あんなところにもウサ様が。皆さん頑張った自分に拍手、ありがとうございます。皆さんも今パークに咲く春の花々を探すとともに、かわいいウサ様たちもぜひ探してみてくださいね。それでは最後に、今日一日皆さんが思いっきりパークを楽しめますように、私たちが歌でお見送りをさせていただきます。お父さん365日願いが叶う魔法の国なのさ。皆さん、今日一日たくさんの笑顔の花を探していてくださいね。フラワーならない素敵な一日になりますように。合わない風新しくなって、
行ってらっしゃい。